後藤貞行1903年8月30日は、日本の彫刻家。馬の彫刻で知られ、皇居前広場の楠木正茂像の馬像が、代表作。皇居外苑、楠木正茂像奇襲藩士の次男として、箱根で生まれる。駿河国で育ち、1858年より、和歌山で文部を学ぶ。1866年より、 幕府の騎兵所に学び、明治の廃藩置県後は東京などで兵馬術を学ぶ。1874年よりフランス人デシャルムに西洋画を教わる。1875年陸軍と山学校の図画係となる。1880年から軍馬局に勤める。石版が写真術などを学んだ後、高村幸運と知り合って木彫を学ぶ。 1884年、駒場農学校に勤務。この間、天皇の城は、金華三号を銅像にして知られる。1890年、東京美術学校に勤務、楠木正重銅像の共同制作を行う。上野恩賜公園の西郷隆盛造女幕の犬、つんを制作。1898年、岡倉角造の辞職に伴い美術学校を辞め、野にあって彫刻を行い。 最後は森岡にあったという、息子に彫刻家の後藤光だけがいる。後に後藤貞之を襲名した。ありがとうございます。